あ、来た。あ、このこっちのチームはあいつとかないんじゃないの、ね、いっちゃんみたいなことできないんですかね、これね、でもあの口先女の後に見たから若干そんな怖くないに感じるかもしれないですけど、あの1回に先ほど一緒にいたんですけど、お子さんが超怖がってますよ。このお子さんもう帰ってしまいました。花子さんがこうやって帰っちゃいました。お子さん一人あれだから、これ何なんですか、これ何なんですかってね。これあれなんですよ、あの ロックンロールミラーっていう、ロックンロールミラーみたいらしい、今日撮影をしてくれるらしいんですけれど、これはチームじゃないですね、これ。まあ一応別チームなんですかね、今日撮影をしてくれるんですけど、でも僕も実はロックンロールミラーの初対面なんですけど、で踊ったりするんですか、ロックンロールってことは。あ、踊る、ちょっと踊りましょうよ、ここで。踊れるんですか、ね、初対面なんで、ロックンロールミラーいないです。拍手、拍手、ロックンロールミラー踊ります。おお、何なんですか、こっち側。何なんですか、本当にこれ。あの飛んできましたよ、これ。今日は怖い、ね、これ壊れてたの。大丈夫なの、大丈夫、経費で何とかなるのかい。花子さん何やってんの。なんとなく僕見えて、今日の流れ見えてきたんですけど、多分僕何やってるんですか、花子さん。花子さん、何ですか、え、地震が来たと思ってるのかな。あ、なるほど。こうやってランドセルに太宰治ちゃんシールが貼ってありますね。お好きなんですかね。あの人はこうやってるし、ね、あっちで寝てますからね、もうね。でもあれですよ、やっぱこうしてみると、多分今日のイベントで僕はミツルチームで心が傷ついたら、あの一番太郎チームから。怖い怖い、いじめないで、いじめないで。いじめないで。井山さん、連れてきて、井山さん、連れてきて、連れてきて。井山さん、お願いします。いっちゃん、遅い。いっちゃん、怖がってるから。じゃあ、まあ、せっかくこうやってね、2チーム、2チーム。